臨港鉄道は日華連絡船の就航により増大した輸送需要に対応するため1930年昭和5年3月に開通。長崎駅から現在の出島ワーフ付近に開設しました。長崎港駅まで線路を延長し、上海航路の利用客や貨物を運びました。戦後は主に貨物用線路として使われていましたが、1987年昭和62年に廃線となりました。時間は多いよね。今6時45分か。ちょっとあっちのビルの裏あたり行ってみよう。やっぱりさ、この路面電車が走ってるから運転怖い。あの土下の時に劣後していいとかなんかわからん時がある。だけん自分が先頭とかやとちょっと怖い。ここも椛島って言うんだ。今日椛島に行ったけど、椛島町って書いてある。なんか怪しい店ないかな。なんかもうあのときめくような美味しい高級店もまあそれはそれでいいんですけど、私は個人的にはやっぱりなんかあの下頃とか大丈夫ですかみたいなとこが好きですよ。ちょっと路地入るとね、古いビルとかさ、商店とか、こんなんね、自分が酒飲めるんやったらあの角打ちとかやってみたい。アイスコーヒーでも角打ち入れるのかな。あ、ちょっと待って、これは抜けちゃいけない道ね。どこでもすぐ入るけどね。造船組合ビルゲな。おお、お腹空いた。何が食べたいとかじゃなくて、なんか面白いところに行きたい。何これ、カミングってよ、やっとるの、やっとるのかな。え、トルコライス、この間トルコライス食べたけどな。何屋さんこれ。何でもやか。あ、いいじゃない。トルコライスもちょっと魅力的なんですけど、このカミング定食っていうのも気になるし悩むな。てかこれ何入っとっちゃう。聞いてねえか。すいません、このカミング定食って何が入ってるんですか。ハンバーグとクリームコロッケとエビフライが2本ついて、あとご飯とお味噌汁。あ、そうなんですね。はい、そうか。まずは旧上沢銀座を歩きます。こちらの方に行きましょう。歩いてみましょう。いただきます。トルコライスはどの種類も950円、大盛りだとプラス100円。これぐらいの量がいいね。今日はね、あのラーメン食べたいんですよ、どうしても。あ、美味しい。ピラフカレーですね。結構なんか地元のお客さんが入ってくるお店。うん、
さっきからみんなこれ頼んでますね。これ一番人気なんや。焼肉やからね。うん、肉が柔らかくてこのカレーのピラフにマッチしとる。うん、人気店。結構テレビ局のサインとかも飾ってありますね。羊と花と、うん、全国から厳選した素材で作る5種類のヨーグルトが楽しめます。家庭的なお店。豆乳ね。量が少なくてちょうどよかった。腹5分ぐらいや。ママさんが気さくでね、お料理もめっちゃ美味しかった。量がちょうどよかった。ここ五島町っていうんですか、五島町。え、あの五島列島と関係があるのかな。ちょっと暗くなってきましたね。ちょっとラーメン食べる前に歩こう。どこに行ってみよう。歩くとさ、なんかいろんなお店見つけるから、ちょっとここどうかなみたいなところに入るのが好きなんですよ。金曜日か。明日は高島に渡りますよ。とりあえずね、あの長崎本当になんか地名が面白いですね。いろいろ調べたくなるような地名がたくさん。私これ気になるんですよ。これちょっと立ってるんですよ。なんか石柱が。別に文字はないけど、向こうにも。昔はなんかあったとかいいな。夜も暑いな。結構外国人来てますね。なんかバックパッカーみたいな姉ちゃんとか兄ちゃんとか。ちょっと風はあるけど、なんか生ぬるいね。この辺は街よ。いろいろある。ちょっと渡ろう、ここから。長崎弁ってなんか優しい感じですよね。ちょっと博多弁とはまた全然違うんですけど、でもね、聞いたらやっぱ語尾が違うとすぐ分かる。なんか優しい感じ。うん、まあ私の博多弁はちょっとえげつない、あのきつそうな博多弁なんですけど、こっちの言葉はなんか優しいや。これさ、ずっとさ、この石があるっちゃけどさ、これは何やろ。ほんと気になる。長崎も今回下の方行ったんで、意外とほぼほぼ回りました。再生リストに長崎県シリーズをまとめてますよ。かなり入っとる。専門店もあった。結構いろんなお店がある。ホルモンとかさ、ここや、ラーメン、ここですね、山屋。
これ長崎ラーメン？なんなんやろ。いろいろあるよ。とりあえずラーメンを食べましょう。ラーメンはここですね。何ラーメンにしようか悩むな。人気って書いてある、山屋ラーメンにしよう。いただきます。スープから。これは何になるっちゃろ。豚骨っぽくないけど。オリンピックしてる。オリンピックしてる。色がいいでしょ。あ、豚骨や。豚骨やけど味噌豚骨みたいな感じかな。うん、多分。でも豚骨臭くはない。で、チャーシュー。チャーシューはなんかいい味が出てそうな色ですね。あ、柔らか。めっちゃ柔らかい。うん、うん、うまっ。とろとろでもね、これ甘みもあってめちゃくちゃ美味しい。これストレート麺。うん、何麺にしますかって聞いてもらえなかったけど、ちょうどいい。これ多分普通になっちゃうね、これ。あ、でも私山麺しか食べんけど全然いける。うん、優しい麺これ。うんで、味玉子、あのゆで卵のパサパサした黄身は食べれないんですけど、この半熟だったら食べれるんですよ。食べる。あ、ちょっと待って。壊れた。ダメや。うん。なんか甘みがある。この甘みは何なんやろ。うん、あとは何が入ってるの。クラゲとネギもやしか。うん、美味しい。この豚骨はいける。結構お客さん来てます。優しい豚骨、美味しい。なんかさっきトルコライス食べたのも忘れそうやな。うまいなこれ。店内お客さん満席です。人気店のようですね。あっさりでうま味のスープがめちゃくちゃ麺とマッチして美味しいんですよ。そしてこの味卵、甘いんですけどすっごいね、これやみつきになりますね。絶品です。で、まあ、全体的にはあのど豚骨が好きな方にはあまり向かないかもですね。あのとっても上品でね、美味しいんですよ。私あの次はここの担々麺もぜひ食べてみたいなって思いました。まあ、いろんなねあのラーメンがあるんでちょっと悩みましたけど、一番人気のラーメンをいただきました。大当たりでした。毎日暑くて外にいることが多い私はすっかり小麦色に焼けてしまいました。本当に真っ黒ですね。2回に食べれた。あ、お腹いっぱい。
もう今日は無理、満腹です。あー今からまた散歩して歩いて帰ろう。